ういう意味では岡田結実さんも今年忙しかった1年だと思いますが、はい、1年振り返っていかがでしょう。そうですね、やっぱり自分自身がマネージャーさんだったりその周りの人に頼り切っていたので自立できてない1年だなって振り返ってすごく思うので、来年はこう芸能人である前に人としてちゃんとした人になりたいなってすごく思いますね。それ具体的に言うとどんな？なんかこう、なんですかね、忘れ物しちゃったりとか、この日に絶対持っていかないといけなかったものを忘れ物しちゃったりとか、あとブログの期限をちゃんと守んなかったりとかして、すごくダメだったなと思うので、頑張りたいです。可愛いからいいよ。そして初めてこの撮影会に参加をすると思うんですけれども、はいはい、オスカーさんって6800人とかって所属されている方がいらっしゃるという中で、はい、今回これにご自身が参加できるということについてはどうですか。本当にここに立てるのっていうのは今でも実感がないので、なんか本当にこう今ここに地に足ついているところを感謝して、これからも周りの人に感謝を忘れずに頑張りたいなって、もっと皆さん先輩方のように綺麗に輝けたらなってすごく思います。そして是永さんはもう本当に9月からね、こういうところのお仲間入りしたと思うんですけれども、生活変わりましたか？生活もう全く変わりました。はい、やっぱり2016年の半分は普通の女子大生として大学生で過ごしていて、その半分は2016年の後半は芸能界に入って社会人に一般の方にと一緒にお仕事をするようになって、やっぱりちゃんと自覚を持たなきゃいけないのと、なんて言うんだろう、まだ皆さんみたいに追いついてないので、スタートしたばっかりなので、早く追いつけるように頑張りたいです。一番やりたいプロとしての仕事は何でしょうか。はい、女優です。来年は女優デビューはできそうでしょうか。レッスンをたくさん頑張ります。はい、はい、そして川北さんは25歳になりましたけれども、はい、あんまり強調しないでください、はい、ただオスカーさんというと毎回聞かれてしまうと思うんですが、はい、まあ、25歳からは恋愛が OK ということで、はい、解禁しました、はい、解禁しましたね、はい、はい、心意気をお聞かせください。そうですね、でもまあ25歳になったからってすぐにできるわけじゃないので、もっともっと女性として自分を磨いて、いつでも誰でも来いっていう状態を作りたいなと思います。どんな方がいいんでしょうか。どんな方、誰でもいいです。面白い人がいいです。はい、はい、まあ、今日皆さんこうやってお揃いなんですけれども、ご自身の中で私これ来年はやりたいのでということで宣言を何かされる方がいらっしゃったら挙手でぜひお願いします。挙手制、はい、はい、どうぞ。じゃやっぱり軸にしていきたいのは女優なんですけど、バラエティだったり食べることも好きですし、あとスポーツでずっと空手をしていたので、リポーターだったりもたくさんチャレンジしていきたいと思います。そのチャレンジした経験の中で女優につなげていけれたらいいなって思います。はい、じゃあはい。そうですね、剣道とか盾とかをやりたいなって今一番思ってるんですけど、川北さんの次に行けるように出川さんと一緒に氷水に入ったりとかもしてみたいですね。譲ります。はい、他はいかがでしょうか。はい、はい、お願いします。すごく皆さんに大事なお願いがあるんですけど、来年の初春に私が主演させていただきました映画天使のいる図書館が公開されますので、少しでもちょろっとでもいいのでちょっと多めにその映画についていきなり番宣宣伝してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。うまいね、うまい。ここしかないと思って、えらい。他はよろしいでしょうか。宣伝はいませんか。私も結構いろいろこのまま1年間また同じことやりたいです。もうやりすぎました。そのご自身でプロデュースした着物は、はい、売れ行きはどうですかね。どうなんですかね、まだよく分かってないんですけど、結構原宿の女の子たちとかやっぱお花だけじゃ飽きてきたガールたちに届けたいなって思います。はい、はい、じゃあ、武井さんの方から、最後に、ちょっと一言何か言っていただけますか。あ、
寒い中本日はお集まりいただきましてありがとうございました。本当にこの晴れ着撮影会というのはこう代々こう伝統としてある撮影会だと思うので、今こうしてここに立てていることに本当に感謝しています。まだまだこうやってニコルさんだったり、私初めてお会いしたんですけど、はい、ね、同じ事務所だったんだってびっくりしちゃいましたよね。あったんですけど、はい、でもこうしてこう、なんだろう、切磋琢磨しながらみんなで一つ頑張っていけたらいいなと思っていますので、引き続き来年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。